徳川家康はですね、関ヶ原の合戦の2日前に岐阜に到着するんですが、そのことをですね、大田原春清という大田原城城主を出したっていうのになっております。内容的には岐阜まで来たということで、早々にですね、西軍側の武将ですね、それを打ち果たすっていうような決意ですね、それを述べていると。岐阜にとってはとても重要な資料であると思いますので、徳川家康のその決意のことですね、感じていただければというふうに思います。